チー国人民解放軍海軍のジャンウェイ2型フリゲート連運航が、日本へ嫌がらせをしてきているぞ。嫌がらせ？どうせ大したことないんでしょ？どうやら、海上自衛隊の村雨型護衛艦夕立に対して、レーダーを照射したらしいんだ。予想以上にひどかったわ。これは気になるわね。ということで今回は中国軍が日本の海上自衛隊へ向けてレーダー照射。中国側が言い訳をするが、決定的な証拠により大嘘がバレる、笑いをお送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、C国のフリゲート艦が、射撃式システムで使用される。レーダー火器管制レーダーでレーダー電波を照射する事件が発生したんだ。ふむふむ。そもそも、レーダー照射と聞いて多くの方は警告を思い浮かべると思うんだが、C国も同じことを海上自衛隊に対してしてきたんだな。同じ穴の目地なね。無地なな？この C 国海軍レーダー照射事件は、2013年1月下旬午前10時頃、東シナ海において、C 国人民解放軍海軍のジャンウェイ2型フリゲート連運航が海上自衛隊の、村雨型護衛艦夕立に対して、火器管制レーダーでレーダー電波を照射した事件だ。とんでもない事件だわ。そして、小野寺逸則防衛大臣が2月5日夜に発表したんだが、C 国側は濡れ衣だ、と言っているんだな。C 国がそう言うならそうなんだろうわら。その後、複数の C 国軍幹部は攻撃用の射撃管制レーダーを艦長の判断で照射したことを認めたが、C 国国防部国防省側は引き続き否定しているんだぜ。C 国はいつも現場よりトップが嘘をつくんだよな。安倍晋三元首相はこれに対して、国際社会のルール違反だと批判した。一方で、対話の窓口は閉ざさないことが大事だと発言しているんだ。さすがの安倍さんですわ。C 国こそ戦略的互恵関係の原点に立ち戻ってほしいと日中関係改善に努める意向を示したんだな。その後、レーダー照射については、C 国共産党が指示をしたものという見方と、現場の海軍の独自判断によるものという見方の二つが報じられているんだぜ。どっちでもいいわよ、ゲソ。同年4月下旬の産経新聞には、C 国共産党の意向で日本に対する威嚇手段を検討した。中央軍事委員会が、レーダー照射などを提案し、党の許可を得て実施していたと報じられているんだ。威嚇ならしょうがないわね、白目。さらに軍事アナリストの一人は、レーダー照射は共産党による、徹底的なコントロールの下で行われたものだと反論。海上自衛隊は、安易に火力で反撃してこないと信頼して実施されたと考えているようなんだ。そういうのを信頼っていうのかしら？まあ、C 国海軍フリゲート艦による海上自衛隊護衛艦夕立への、射撃管制用レーダー照射事件は、メディアで報じられているように危険な挑発行為として、尖閣諸島をめぐる領土問題で緊迫していた両国間の緊張をさらに高めることとなったのは事実だな。もはや海賊以外の何者でもないわ。しかも、C 国に嫌がらせを受けているのは日本だけじゃないんだぜ。は？他にも被害者が？渓谷北西部インチョン沖の公海で、渓谷の警備艇が違法操業の C 国漁船を取り締まっていたわけだ。ふむふむ。そんなインチョン海洋警備安全本部の警備艇警備艦テピュンヤン3005搭載艇が、C 国漁船の体当たりを受けて沈没したんだぜ。なんだ、警告なら別にいいわ。よくないだろわら、これに対して、警告が銃などの兵器で反撃するぞ。と激おこ状態だったんだな。そりゃそうでしょ。だが、C 国側は体当たりぐらいで銃で反撃するとかおかしいでしょ、となぜか開き直っているんだ。体当たりするのはいいのか。その後、C 国外交部の高原雄次官補が、渓谷ソウルを訪れ、キム・ヒョンジン外交部次官補との協議。この事件について遺憾の意を表明し、体当たりをした漁船は調査中であることを伝えたんだな。これで一安心ね。他にも、韓国北西部、公海の渡りガニ漁においても、問題が発生しているようなんだ。今度は渡りガニ？ああ。特に4月から6月の渓谷の禁漁期間に C 国漁船の操業が増え、北方限界線付近ではこの2、3年で漁船数が2倍にまで増えているらしいんだぜ。渓谷の管轄海域での違法操業は、もうやめなさい今しめ。だが、未だに渓谷内では C 国の海賊行為が後を絶たないんだな。もう、海賊行為は C 国の伝統ですわわら。さて、少し話を戻すが、火器管制レーダー照射とは、ミサイルなどを発射する前に、目標物との距離や進路、速度、高度などを把握して追尾するために行うものだ。ふむふむ。そのため、発射ボタンを押せば攻撃が可能であり、ボタン一つでミサイルが相手にひとっ飛びするんだな。何がひとっ飛びだよわら。そのため、国際法上はレーダー照射を受けた場合、反撃しても良いとされているんだぜ。ええ？そうなの？すぐに反撃しましょう。
さらに、レーダー照射を受けた護衛艦は回避行動を取ったものの、照射は数分間続けられたわけだ。反撃しよう、そうしよう。これに対し、日本政府は在日シー国大使館やシー国政府に厳重抗議したんだな。だが、シー国側は会見で、軍の単独行動だったことを示唆するにとどまっているんだぜ。反撃だー、行くぞー、1、2、3だー。さっきから反撃をけしかけているんじゃないわら。まあ、今回の事案以外にもこれまでに、レーダー照射を受けたことがあったことが明らかになったが、公表してこなかったのも事実だ。他にも余罪があるのかよ。私的には世界に C 国の愚かさを伝えた方がいいと思うわ。もう信用も地に落ちているだろうから、何言っても無駄だと思うがなわら。このように、C 国の尖閣付近での行動は活発化しているわけで、日本政府が国有化していこう。領海侵犯を常態化させ、初めて領空侵犯を行っているんだな。さらに、ここまでされても日本が反撃してこないのをいいことに、次なるステップへ進む可能性が高いんだぜ。どげんかせんといかん。その一方、鳩山幸男元首相や公明党の山口夏男代表、村山富一元首相など、親中派の政治家が相次いで、訪中したが、この時期に会場では日本の自衛隊の艦船がレーダー照射を受けていたわけなんだ。日本の政治家がわちゃわちゃやってる間に、照射事件が？ふざけんなよ。また、フィナンシャルタイムズ氏は、第一次世界大戦の引き金となった、セルビア人の青年の事件を引き合いに出して反論しているんだな。どんな事件だっけ？これは、青年がオーストリア・ハンガリー帝国の皇位継承者を亡き者にしたサラエボ事件というものだぜ。これが尖閣問題と似ているとでも言うの？そのようで、小さな問題が大戦を引き起こす可能性があると論じているんだな。確かに、何が争いの火種になるかわからないものね。そもそも、レーダー照射は攻撃予告とみなされ、まさに戦争を引き起こしかねない行為だ。うんうん。おまけに、国交のある国に対して攻撃を行うのは常軌を逸しているわけだぜ。だからこそ、C 国に挑発行為をやめさせるためには、日本政府が今後、C 国が同じような事案を起こした場合、警告射撃を行うべきなんだな。おう、そんなことして大丈夫なの？それでもやめなければ攻撃する、と宣言すべきであり、躊躇している暇はないんだぜ。まあ、このまま好き勝手させていたら、C 国に日本を乗っ取られかねないからね。もちろん戦争を望んでいるわけではないけど、何かしないといけないのは事実だわ。さらに、オーストラリア国防省も、豪軍の哨戒機が C 国軍の艦船から、レーダーの照射を受けたと発表しているんだな。余罪ありすぎー。そのため、オーストラリア政府側も未熟で危険な行為と指摘、強く非難しているんだぜ。自分から敵を作りに行くスタイル、嫌いじゃないわよ。この事件だが、豪国防省によると、インドネシア東部ニューギニア島と豪州を隔てるアラフラ海で、起きたそうなんだ。豪軍哨戒機が突然、C 国軍の艦船からレーダー照射を受けたんだな。もはや、C 国的には挨拶代わりなのかもねわら。だが、レーダー照射は操縦士の目を見えにくくするため、事故につながりかねない危険な行為なんだぞ。全言撤回、宣戦布告代わりだわわら。そのため、豪軍人員の安全や生命を危険にさらすものであり、戦争を引き起こしかねない行為なんだぜ。当時、C 国の艦船はアラフラ海を東に向けて航行し、その後、豪東部の3号海に出ていたんだな。ふむふむ。そして、豪中関係は2020年に豪州のモリソン首相が新型コロナウイルスの発生源をめぐり、独立した調査を要求して以降、悪化を続けているわけだ。なるほど、コロナの調査に腹を立てて仕返しをしたわけね。かもな、モリソン氏はラジオ番組に出演し、レーザー照射について、危険で向こう水な行為と批判したんだぜ。さらに、C 国はどのような経緯で照射に至ったのか調査を行うべきと述べ、説明を求めたんだな。日本に対しての言い訳と同じで、艦が勝手にやったことで、政府は指示をしていないです、とか言い出しそうだわ。さて、もう一方のお隣さん、警告でも同じような事件があったんだ。ふむふむ。それが、警告海軍レーダー照射問題であり、これは2018年平成30年12月中旬、能登半島沖の日本海において、警告海軍の駆逐艦クアンゲとデワンとの間で起こった事件なんだぜ。どんな事件なんだっけ？この時、海上自衛隊の P1 哨戒機と対峙した警告駆逐艦が、レーダー攻撃をしてきたんだな。レーダーならわかるけど、レーダーで攻撃するというね、わら。だが、警告側は、竹島から北東200キロにある大和隊にいた北朝鮮漁船1隻のために、レーダーを照射しようとしたところ、日本の哨戒機へ、火器管制レーダーを照射してしまったんだ、と逆切れするわけだ。理屈がいちいち嘘くさいのよ。その後レーダー照射はしていないと主張するなど、哨戒機への、
レーダー照射の有無自体の主張が真っ向から対立しているんだぜ。皆さん、これが国技ダブルスタンダードです。また、渓谷政府からは、渓谷海軍艦艇に日本の海上自衛隊機が、低空飛行で接近し、威嚇飛行を行ったとの抗議も来ているんだ。勝手に言わせておきなさいよわら。もちろん、日本国政府が、威嚇飛行を行った事実はないけどな。日本は自分より弱い奴に、威嚇したりしないでしょ。おまけに、渓谷ムンジェイン政権による脱北者強制送還事件が発覚した時には、自衛隊の哨戒機と、対峙してまで、大和隊の北朝鮮漁船を北朝鮮まで送り届けたというありえない事件として報道されているんだぜ。は？もう何がなんだかさっぱりわからないわわら。だが、事態は2022年8月に急展開するんだ。なんだと？実は、ムンジェイン政権で、日本の海上哨戒機に対して警告の現場指揮官が追跡レーダーを照射するなどの、積極的な対応をするよう指示をする指針を作っていたことが確認されたと報じられたんだぜ。誰からそんな話が出ているのよ？ムン前大統領の嘘を世間に公開しているのは、ユン・ソンニョル政権だな。政敵の発言かよ。渓谷海軍レーダー照射問題については、ユン・ソンニョル大統領が所属する国民の力の議員が発表したし、脱北漁師の強制送還事件については渓谷統一部が資料を公開しているんだぜ。前大統領のことは忘れても、ユンのことは忘れないでください。そういうことじゃないだろわら。まあ、ユン大統領はムン政権の問題を世間に、公表して自らの正当性をアピールしているのは確かだ。警告はやっぱり、どこまで行っても警告なんだな。さすがの警告から、これからも目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。